ピピクピク動いてるんですけどあのピクピクしか動いてないのは実際は筋トレで一番カーッと厳しいめちゃくちゃ力を入れてる状態を醸し出してるんですねこんにちはスポーツ医学者の森谷俊夫です今日は筋肉に関する質問にお答えします This is 筋肉サポート最初の質問は「伝説のヒノキ棒」 いう方からのご質問です筋力は筋肉の大きさに比例するのですかイエスです解剖学的には1平方センチあたりの筋肉でだいたい4から6キログラムの力が出ると言われていますただ筋肉は勝手に動くわけじゃないんですね筋肉を刺激して興奮させて収縮させているのは脳なんです ですから同じ筋肉の太さ、同じ面積でもある人は脳で運動神経をものすごく興奮させれる人は面積の割にもっと大きな力が出るしそれがあまりうまくない方は見かけはすごい筋肉なんだけどあまり力が出ないということがあります筋力は基本的には筋肉の大きさに比例しますけれども筋肉を使える脳の興奮状態によっても し発揮される筋力は変わってくるということですワッカズーズーという方からのご質問です筋肉は何歳になっても鍛えられますかイエスです最近よく言われているのは筋肉は裏切らないって言われてやっぱりトレーニングを正しくやれば高齢者の方でも筋肉は十分つくということが最近分かっています筋肉は年齢に関係なくつくことができます次のご質問は痩せたいです <laughs> まずはどこを鍛えるべきですか筋トレは苦しくなるのですごいエネルギー使ってると思うんですけどそれほどエネルギー使わないんです自分の体自重が例えば6 0キロある人とバーベル 3kg しかないのでどっちを動かした方がたくさんエネルギーを使うかということで当然筋トレよりはウォーキングジョギングの方がはるかにカロリーをたくさん使います。痩せたければまずはあの足腰 を鍛えて、ウォーキング、ジョギングなど全体の体を使う運動をすることが痩せるのに一番いいと思います。実際に僕もそうですけど、筋肉ある人の方が基礎代謝は高くなるので、まあ放っておいても痩せやすい体になるっていうのはこれ事実です。で、筋トレをやることで交感神経っていうのが別に実は食欲とかを調節してる神経なので、あの有名な学説に。 交感神経活動が低下した人が太るんだという学説が世界で一番受け入れられている学説です。だから肥満っていうのは食欲のコントロールがうまくいかないのとエネルギーを無駄遣いにできない人に起こるので,でそれは交感神経という自分を鞭打つ神経が弱ってくるとエネルギーを無駄遣いにもできなくなるし 食欲のコントロールを例えば食べたら普通あの満腹感がすぐ来るんですけど満腹中枢って実は交感神経の中枢なんですですからダンベル体操って昔流行ったんだけどダンベル体操で痩せたんではないんですダンベル自身なの消費カロリーって数カロリーですでもダンベルをやることで交感神経を刺激するのでその後食欲の調節とか筋肉がついてきて基礎代謝が少し上がって結果として痩せたというのが事実です Mac OS サマーからのご質問です。必死に筋トレした日にアルコールをガブガブ飲んだら、トレーニングの効果はどの程度薄れますか？っていう実際にこれ実験した論文があるんですね。筋トレした時に m トールという筋肉のタンパクの合成に必要なスイッチみたいな。 まあ、あの化学反応があるんですけどもそこの部分が10%から20%ぐらいこう抑制されるということがあるのでやっぱり筋トレをした後にたくさんのアルコールを飲むと効果が薄れてしまうというのは事実です深夜さんかららでです人がつけられるる筋肉のの量に上限はあるのでしょうかえー、上限あります、えー、上限ないと大変でしょ 筋トレ俺50年やってるんだってこんなになりますから <laughs> トレーニングやればやるだけ筋肉大きくなっていくんですけどもまあだからボディービルディングでやってるあの辺がもう精いっぱいでしょうねヨーロッパとかあの辺のボディービルディングに出るような選手たちの筋肉のサンプルを取ってくるとやはり一部の筋肉がアポトーシスって自殺死んでいく現象が見られてます それはあまりにも筋肉が大きくなると中の方に十分栄養がいかなくて筋肉自身がやっぱりあのもう崩壊してしまうということがあります。筋肉は大きくなるのには上限があります。次のご質問はかっていう方からのご質問です。運動神経のいい人と悪い人の筋肉のつき方や筋肉の量、筋肉のできやすさはありますかということなんで、あの言っておきますけど。 あの、運動神経にいい運動神経、悪い運動神経ってないんですよ。運動神経っていうのは脊髄にありまして、例えばこの二頭筋を曲げ伸ばしにする脊髄の運動神経は、ここに500個ぐらいあります。で、これは皆さん一緒なんです、男の人も女の人も。ですから運動神経がいい、悪いじゃなくて、運動神経をコントロールしている大脳のプログラミング、どの時期にどれぐらいの運動神経を、どれぐらいの パルスの周波数で筋肉を刺激させるか、それが上手い人が運動神経がいいというわけで運動が下手な人は僕から言わせると頭が悪いということになるわけですということであの筋肉のつき方とかが運動神経によって変わるかというとそうではなくて運動神経の使い方がいい人が上手い筋トレをやれるので筋肉もよくつくということです笑う袋様からのご質問です 筋トレをすすするると頭が良くなるってて本当ですか科学的に証明されてますイエスです昔はなんか筋トレとなんかこちらの方があんまり鍛えられてないみたいなイメージがあるんですけどもそれはスポーツばっかりやってるから学業が駄目で最近の研究は筋トレをやると特に IGF-1 というインスリン用成長因子1っていうのが血中に出てきてこれが 記憶学習を司る海馬海の馬と書くんですけどもここに作用して認知機能とか学習能力をアップさせるということが報告されていますあともう一つは持久的な運動をちょっときつめの運動をやると脳由来神経栄養因子 Brain Derived Neurotrophic Factor っていうんですけれども、これも血中に増えるので、新しい神経細胞が海馬にもできて、学習をアップさせるということも分かっています。今、認知症に対しても、こういう筋トレとか有酸素運動は、脳の機能改善に非常に有効であるという論文がいっぱい出ています。 で日本と今アメリカで、えー、認知症の薬が、まあ、あの認可されてますけれども学術的な論文のエビデンスとしては圧倒的に筋トレ運動の方ががエビデンスが揃っていますで今一番おすすめの認知機能の改善方法はやはり運動筋トレがナンバーワンです筋トレをすると頭が良くなるこれは事実です原型のないちびロボさんからです 成長期に筋肉をつけると身長が伸びなくなるって本当っていうのがあってこれはおそらく迷信ですねあの学術的に論文でこういうことを示した論文はないと思います。 で成長期ですからまだ男性なんかの場合性男性ホルモンもまだ十分できていないのでその時に筋トレをしてもそんなに筋肉がつくわけではありません成長期に筋肉をつけるっていうのはもっともっと後ですよね高校生ぐらいでまあ男性ホルモンが分泌するようになって声が変わってきたりして男性ホルモンがこう体の中を回ってくるようになると少しトレーニングしても筋肉がついたりしますけども筋肉つくこと自身と性骨の成長とはちょっとまた違ってくるので これは名刺になります。えー、筋トレをしたから、えー、身長が伸びなくなるっていうことはないと思います。A さんからのご質問です。腹筋パッドなど電気を流して筋トレになるというのは本当ですか。本当です。えー、皆さんはあのテレビでなんか筋肉をピクピクしてるだけで。 えー、重りもかスポーツ選手もともとあいつら筋肉ついてんじゃんっていう考えの人が多いんですけども実はあのー、電気刺激っていうのは非常に面白くてですね側筋という太い強い大きな筋肉この側筋を鍛えるのには75%以上のものすごく重い負荷をかけて10回3セットトレーニングしないと駄目だというのが本来の考え方なんです。 で電気刺激はなぜ今普及しているかというと高齢の方とかそんな厳しいトレーニングできないわけですですから皮膚に電気を通すわけですピクピク動いてるんですけどあのピクピクしか動いてないのは実際は筋トレで一番カーッと厳しいめちゃくちゃ力を入れてる状態を醸し出してるんですね ですから外から見てれば大したことないように思うんですけども血液を抜くと乳酸がすごい出てます電気刺激でも筋肉は十分に大きくなりますハンドルネームさんからのご質問です「プロテインって効果ありますか3食ちゃんとタンパク質を摂るだけでいいのでは?」基本的にあの体重 1kg あたり 1.2g ぐらいのタンパクをちゃんととってれば筋肉は維持することができます。 ただ、高齢者の場合、このタンパクを十分取ってても、大体ですね、一番たくさんタンパクを取ってる人でも、3年で大体 0.5kg 筋肉がなくなると言われています。で、最近の研究は、トレーニングして直後にですね、必須アミノ酸っていうのを、まあ、20g サプリで取ると、男も女も高齢者も関係なく筋肉のタンパク合成が優位に上がる。 いいうここととが分かっていますののでププロテインのサプリをを取ることをお勧めします若い人ですと3食ちゃんと取ってれば筋肉の維持はできますけども高齢者では難しいのでやはり筋トレをやった後にプロテインを取るということでできれば1日間以内にトレーニングした後に取ると効果的です横文字の方で「アレンドっていうんですかね。人間の筋肉は 普段体を壊すほどの負荷を避けるために制限をかけるって聞いたことがあるけど本当ななのかな例えば780歳近い高齢者が車の下敷きになった人を助けるために1トン近い重量を持ち上げたみたいな話があるけど実はこれあのアメリカの生理学会でで論文になってるんですね実際これカジバのバカ力っていうのを科学的に解明しています。 で人間の脳っていうのはやっぱり抑制をかけるようになっていてで火事場の状態とか緊急な状態っていうのはその抑制を取っ払ってもう自分の持ってる全ての力を出すことができる70歳の方が非常に大きな力を出すということはありえますカロリーメットヘルメットの方からのご質問です。 フルマラソンやハーフマラソンなどの長距離を走っている人はチキン繊維を多く活用していることが知られていますがその人が短距離も同時に速く走りたいと思った時に側筋繊維とチキン繊維を高いレベルで両立させて鍛えることは可能ですかそれともどちらか一方しか極められないのでしょうかインカレレレベルで短距離とまあ 長距離をまあなんとなく3位ぐらいまで入るレベルにはなるかもしれませんけどもそれ以上高い競技レベルになるとやはり無理だと思います。でそのいい例がアメリカの,あの短距離女子の金メダリストジョイナー選手がえ短距離のオリンピック終わった後に次はマラソンで頑張りたいということで種目転向してえ短距離からマラソンへ行くと。ででまあ ペースを落とせばマラソンなんか簡単に走れるわというイメージだったんですけどもやっぱりマラソンには心臓循環系の持久力もいりますし筋肉も持久力のある筋肉がないとダメなので実はジョイナーさんはあのオリンピックに出る前の予選でもう全然あの入選できなかったということが分かっていますのでやはり両方を鍛えるということは難しいというのが結論ですごご覧いいただき本当にありがとうございます。 筋肉は裏切らないこれから皆さんも筋肉を鍛えて体だけじゃなくて脳も鍛えられる可能性がありますのでそういうことも考えながら元気に過ごしていただければと思います。